はい、皆さんこんにちは。今日は今話題となっていますクリミア半島ですね。まあここにヘルソンがありまして、でまあ川、これがドニプロ川、あの昔で言うとドニエプル川ですね。まあいろいろ発音があるみたいなんですけどね。ヘルソンからちょっと行って、まあここのまあちょっと接合部を越えるとですね、まあ半島というか、まあ島に近いですよね。ちょっと一応接続してますけど、まあこれ非常に細いところなんで、まあ島に近い半島です。でこの、セバストポリっていうのは、これもう歴史的にね、ロシア・トルコ戦争ってあの頃まで遡りますよね。クリミア戦争っていう、まあ、クリミア戦争って普通は1850年ぐらいの、ロシアとトルコの戦いかな。トルコっていうのはオスマントルコですよ。一時期オスマントルコっていうのはものすごい強い国家だったんで、でそれのセバストポリが取り合いになったとかありましたけども、まあそれが西の海岸線にあるんですよね。でここに行くとね、これがサキ航空基地っていう、これも攻撃受けてね、結構その戦闘機が、ロシアの戦闘機が破壊された、このサキ航空基地です、空軍基地ですね。でこれがセバストポリで、でヤルタ会談とかっていう世界史のおなじみの、これヤルタっていうのはここにあるんですよね。クリミア半島っていうのは結構その保養地というか、バカンスで行くような、まあ気候のいい国な、半島なんでしょうね。あれ、このベルベク空港っていうのは、これもなんか破壊されてとかって言ってなかったっけな。確かここですよね、ベルベク。確かね、ベルベクも破壊があったように記憶してますね。そしてこの半島のに東の方にあるケルチですね。でここから大橋が、この、まあ、この辺大橋がつながってると思うんですけど、でこのケルチもですね、破壊活動がありました。でこのセバストポリにですね、黒海艦隊の司令部があるんですけど、その司令部もやられたみたいです。被害は少なかったみたいですけど、ドローンですよね、おそらく。だからセバストポリとかヤルタとか、まあ結構歴史的にも重要なところですよね。ああ、航空基地が多いですね。こうグバルディスコエ航空基地とか、でここにオデッサっていうのがあって、まあここから今ですね、穀物をですね、中東諸国とかに送ってるんですけどね、まあ結構十何隻ぐらいも出港してるはずなんで、まあそこは案外ですね、思ったよりはロシアの妨害がなくですね、穀物が輸出されますね。でこのケルチから対岸に行くと、もうこれロシア領なんで、ここにマリウポリがあって、まあこっちヘルソン州で、このマリウポリがあるのはザポリージャ州なのかな、か、ドネツク州、ギリギリドネツク州かぐらいですね。でここザポリージャの原発があるところですよね。でクリビーリフ、これが分かんない、ここはキエフですね。まあ、ドニエプル川の結構上流というかね、まあ上流というほど、まあちょっと行ったところにあります。で案外このボルゴグラードっていうのはもうこの辺まで迫ってるんですよね。ボルゴグラードっていうのはボルガ川のこのカスピ海から出てる川ですけどね。
で、ここにハリコフがあって、まあ、ハリコフよりちょっと行くともうロシアなんで、まあ、今日はここを飛んでみたいと思いますね。まあ、140回りなんで、まあ、3、40分ってとこだと思います。30分では無理かな。まあ、ヘルソンからセバストポリでもよかったんですけど、行き先としては、あ、そっちの方が良かったかな。ウクライナ軍の視点に立って攻めていく感じでやる、あ、そっちの方がいいか、良かったかな。そうしましょうか。ちょっと変えますね。まあ、ケルチはケルチでね、ちょっとまた別途やってもいいし、まあ、どっちにしろ、クリミア半島を攻めていこうと思ったら、ヘルソンからセバストポリに絶対行かないといけないんで、じゃあ今日はヘルソン方面からセバストポリを攻略していく時の、感じをですね、見ていきたいと思います。あ、そうか、ヘルソンからにすると結構距離あるな。まあいいか。ウリリブ何箇所かありますね。ヘルマンにしましょうか。ヘルマンから、あ、遠いか。ベルベック、あ、そうでもないですね。132だから、まあ、ちょっと途中海がね結構あるんで、まあここを追加として、あれ、あで、ああ、これじゃダメか。追加到着地点、ん、追加する場合はどうすればいいんだろう。あ、そうか、まずゴールを決めといて、で、あとで、え、でもこれやると確か V 字型になっちゃったからな。出発地点、到着地点、あー、できたできた。3つ目で選べばいいんだな。まあ途中、まあ途中海沿いになるとちょっと陸の方に帰ればいいですね。じゃあ、これで行ってみましょうか。
今ヘルソン近傍の飛行場から飛び立ちまして、まあ市街地からは離れてると思うんですけど、で こっちですね。あれでもなんか東の方になってるのはなぜなんだろう。62、ああそうかそうか、まずあれか、クリミア半島との地境の部分を目指すってことですね。この眼下に広がるのがですね、おそらくヘルソンの町ですね。で、あ、そうですね、そうです、そうです、タグがついてるんで、眼下に広がるのがヘルソンの町です。まあ今は、まあかなり砲撃を、あ、どうなんでしょうね、ヘルソンってあっさり奪われたのかもしれないんで、もしかしたら砲撃はそんなに、町のダメージっていうのはあんまりなかったのか、ちょっとその辺は分かりません。もう海戦諸島に結構あっさり取られたと思うんで。で、これがドニエプル川ですね。ドニプロ川とも言います。まあですから、あの川のですね、まあ西岸と言いますか、西の方、西、川の西なんですよね、ヘルソンっていうのは。で、それ橋が何箇所かあって、で、そこも結構あの破壊されてますよね、川が。確かね、こっちのちょっと遡った方に橋があるんですよ、1個。で、この辺に橋があるのかな、もう1個橋があるのが、ちょっとその橋は、まあ、今日は追いかけませんけど。で、その川を渡ると、まあちょっとこっちの市街地も多少あるんですけど、そんなに川を渡ると東岸にはですね、あんまり発展性はないですね。結構田舎な感じです。まあちょっとここに市街地があるというぐらいですね。まあ割と市街地かな。でも西岸の方が結構発展してますね。って言ってもそんなに言うほどの都市ではないと思いますけど、そのキエフみたいな都市ではないですね。全然そこは違いますけど。で、今あのヘルソンからドニプロ川を渡りまして、クリミア半島との付け根にある、まあ地境というかですね、そこを今目指しています。まあ川を渡ってちょっと行くと、もう本当に田舎というか小麦畑ですよね。これはおそらく小麦畑とか 農地ですよね。まあですからね、逆に言うとこの何にも遮蔽物がないでしょう。これは打ち合いになりますよ、本当に。戦車、装甲車の力がないと。まあ戦車の打ち合いになる可能性はありますね、ここで。当然その川のね、東岸の方にロシア軍は陣地を構えてきますから、
この辺に塹壕を掘ってる可能性もありますし、まあその背後に砲兵を忍ばしておいて、砲兵の支援を受けながら、戦車とか、まあその RPG 的なもので撃ってくるでしょうね。ここはねかなり打ち合いになる。この平原ですよね、あの昔の第二次世界大戦のクルスク戦車戦とかが行われたような地形ですから、ちょっとしたね小高い丘もないでしょう。完全に平地なんですよ。でもう一つはね、それいつぐらいにやるんですかっていうところで、あのドイツ軍もそうだったように冬将軍が来ますとね、11月12月になると雪が降ると思うんで、そうなるとちょっとどうなるんでしょうね。雪が積もっ、まあ、ある程度30センチ40センチだったら戦車も全く問題ないんでしょうけど、冬が来るとどうなるんでしょうね。進撃速度が落ちそうですけどね。まあ3月とか4月がですね、その雪解け水でぬかるんで、むしろそっちの方が大変だという話も聞いたことありますけども、まあ今の戦車はね、その第二次世界大戦の頃のようなよりも性能がいいんで、そのエンジンオイルが凍ったりとかそんなことはないと思うんですけど、まあそれでもやっぱり冬は、あ、そうか、でもロシア軍が進撃してきたのが2月24日だから、まああんまり関係ないんですかね。冬雪自体はあんまり関係ないのかもしれません。2月24って言ったらね、真冬の真っ最中だと思うんで、だからそこはあんまり関係ないのかもしれないですね。まあとにかくこの見渡す限りの大平原です。あの丘もないし山も全くないですから、本当にこれはですね、あのやっぱりだからそこなんでしょうね。ウクライナ軍も攻め手を書いてます。ロシア軍も攻め手を書いてますけど、ウクライナ軍も長射程で撃ってるだけでしょ。ハイマースとか MLRS で撃ってるだけなんで、やっぱり肉弾戦はできないんですね。まだ戦車とか装甲車が揃ってないんでしょうね。あとは何か、対地雷戦車っていうのが、対地雷装甲車か、地雷を受けてもびくともしないようなやつをね、アメリカが提供するっていう報道がありましたけど、まあそれも結局ヘルソンの、このヘルソンから攻めていく、まあ、まだヘルソンは取り返せてませんけど、まあ、次第そのうちヘルソンは取り返すと思うんで、まあその進撃していく際の足としてですね、ある程度ないとダメなわけですね。本当にもうこれずっとこの感じです。でこれからいきますけども、クリミア半島に行くにはですね、その地境、ものすごく狭い地境があって、そこから行かないといけないんですよ。あとは海なんで、でということはその地境を完全に守られると、これは果たしてウクライナ軍といえどもですね、突破できるかは難しいですよ。今いろいろその先飛行場とかね、セバストポリの司令部、黒海艦隊の司令部とかケルチとかが破壊活動で爆破されてますけど、あれはですね多分特殊部隊が浸透して潜んでるんですね。まああとは現地のパルチザンとかですね、でそういうものがと連携して爆薬を仕掛けたりしてると思うんですよ。で今ですね、クリミア半島の内部では、道路、デジタルの道路標識板がですね、ウェルカムトゥウクライナとかっていうふうにハッキングされてですね、そういうふうに表示されたりとか、なんか街中のテレビジョンとかがですね、ゼレンスキーの大映像が流れたりして、そのハッキングされて結構そのやられてるらしいですね。
サイバー戦もウクライナは結構強いですからね。でただそのそういう特殊部隊の活動はあるんですけど、あの正規軍を進ませていくとなると、そのこれから行きます、すごく狭い地境があるんでね、そこから行くしかないんですよ。でさもなければその揚陸艦とかに乗ったり、あとは空挺部隊でパラシュートで降りていくしかないん で揚陸艦で揚陸するような海軍力は残念ながらウクライナは持ってませんのでね、ウクライナの海軍力ゼロなんで、あの海戦時に全部自沈させましたからね、あの持ちどうせロシアに接収されるっていうことで、あのそれだったらばということで、まあ、あえて自沈させましたからね。今から行くところがですね、クリミア半島との接合する細いところなんですよ。だからそこの部分を通るしかないんで、そこに塹壕を作られると、これはまあなかなかですね進めませんよ。で逆に言うと、ウクライナもクリミアを取り返せばですね、あのその地境と、あとケルチにかかる橋、大橋を守れば、で多分あの2014年の時はどうなんでしょう、ロシアが空挺部隊で取ったんじゃないですかね。そんな大きな戦闘はなかったってちょっと解釈してるんで、まあちょっとあまり詳しく調べたわけじゃないんですけど、あっさり取りましたよね、あの時は。ある意味クリミアはね守りやすいんですよ、すごく。北側の地境と西側の大橋ですね。で多分その大橋もね、どうなんだろう、2014年の時代にはなかったんじゃないかな。あれプーチンが作らせたんだと思いますよ。でそうするとね、あの北その地境の部分を通るしかないんで、やっぱり空挺部隊で取ったはずですね。で今後はもしウクライナが取り返したら、その空挺部隊に対してのその対空砲の部隊とか対空ミサイルとかを厳重にやっとけばですね、あのまあそう簡単に取り返されることはないと思いますよ。だけど逆に言うと取りにくいんですね、取り返しにくいです、かなりクリミアは。あの簡単そうにマスコミとか書いてますけど、そう簡単じゃないですよ。長距離砲で今バンバンやってる。で、あの結構最近の報道でなんかロシアがもうメタメタにやられてるような報道が多いですよね。もう各地でクリミアに浸透されて、特殊部隊でガンガン破壊されていて、で撃つ手がないみたいな。で実際その東部なんか見てもですね、あの砲撃はやってるけど、ほとんど部隊の前進ができてないんですね。もう攻め手を書いていて、あこの辺ですかね、本当に こことあっちにもつながってるのかな。こっちはつながってないですから、この地境ですよね、本当にもう数キロメートルぐらいしかないと思うんですけど、この地境とでまたそっち側も行けるのかな。これ内海みたいになってるのか、ちょっと東の方に行ってみましょうか。でここですからね、ここに塹壕を掘られて、あの戦車揃えられたら結構きついですよ。ただ戦車揃えたら揃えたで、今度こっちからハイマースで撃てばいいんですけど、まあだから それのいたちごっこというか、まあ、ある種地境が短いからこそ長距離ハイマースでめった打ちにすれば、あの確かにここに塹壕を掘ってもですね、まあ、あとはですね、そのやっぱりですね、ハイマースで撃つ、あれ何ミリ弾だっけな、225ミリ弾だったか、ちょっと忘れましたけど、それぐらいの
策略ではですね、爆発力が弱くて塹壕を破壊できない場合は航空攻撃でね、スホーイ34とかで500キロ爆弾とか投下すれば塹壕を破壊できるんですね。策略力が全然違うんで、500キロ爆弾投下すればもうそこはできますんで。なんでそうか、地球が狭いといえども、まあ逆に言うと狭いからこそ長距離のハイマースで撃ちまくれば、まあピンポイントで破壊できますから。そうかそうか、そうですね。じゃああんまり大したことないかも。でも当然この辺にはですね、ロシア軍が地雷をめちゃくちゃ撒くと思うんですよ。だからアメリカ軍がですね、その対地雷装甲車を提供したのかもしれませんね。もうその辺は全部綿密に計画されてると思います。まあ何しろこれぐらいの本当に狭い地域なんで、ここを渡っていくしかないんですよ。でまあこういう干潟というか、まあ内海みたいなものがいろいろありますけれども、そうですね、やっぱりメインはこの辺でしょうね。この辺の干潟を避けながら、干潟というか湖というか避けながら、でも何箇所か行けますんでね。まあそこから戦車を通していくしかないでしょうね。この地境を通るときに、まあ当然ロシア軍からも自走砲で撃ってくるでしょうし、ミサイル攻撃もあるでしょうし。まあ当然ね、背後から裏をかく形で、セバストポリ周辺に空挺部隊を下ろしてもいいんですよ。まあいろいろな作戦がそこはあると思います。結構だから空軍の力がね、ものを言いますね、この次の戦いではね。まあ本当にね、これぐらいの細い、もうあっちの方もちょっとしたらつながってる部分あるかもしれませんけど、多分もうほぼほぼこれぐらいです。クリミア半島に行くにはここしかないんですよ。この狭いこのジグザグ道を通ってですね、行くしかないんですね。だ当然ロシア軍は塹壕を掘ってるだろうし、地雷もばらまいてるだろうし、結構大変だと思います、ここは。まあですから昔日本軍がやったようにね、敵の背後にまず空挺で降りてから逆に相手を袋小路にして挟んでいくっていう、そんな作戦でもいいでしょうし、まあどれぐらい兵力がいるかですね、このクリミアにロシアが。はい、でここからはですね、セバストポリを目指していきますんで。ああでも意外だったのは、この半島からずっと山がないんですね。丘もなければ山もない、平地がずっと続いている。これはちょっと意外でした。まあ私は結構山がちな半島なのかと思ってたんで、勝手に思ってたんで。そうじゃなくて、ユカタン半島みたいにそれこそ真っ平ですね。もう小麦畑ばっかりって感じで、でこれがまさに水源でですね、ヘルソンの方から川が流れていますよね。これがまさに水源なんですよ。だからあそこを抑えられてしまうと、全部水門閉じてしまえばクリミア半島に飲み水がいかなくなるんですね。まあ海水をろ過してやるっていう方法もありますけど、そんなんでは間に合いませんからね。この水源というのがね、さっきの地境を通って川で、本当にもう命綱なんですよね。生命線なんですよ、クリミアの。
だからあれですよ、あそこの地境を抑えてしまえば、あと水門閉じればもう絶対これは根を上げてしまうことになります。まあただ住民の人に被害が出るんでそんなことはしないと思いますけどね。まあよく戦国時代でね、日本でもそういう作戦とかねありましたんでね、水攻めというか、まあ水攻めの逆か、あの相手を干上がらせるっていう方法はよく使われましたんでね。まあでも最近は住民のことを考えるとちょっとそれはやると占領した時に恨みが残りますからね、やっぱり。まあそういうことは絶対ないと思いますけどね。いやーそうですね、クリミアに入ってもこのようにもう本当に平地なんで、まあうかうかしてたらやられると。まああとはロシア軍がどこまでやる気を持ってクリミアを守ろうとするかですよね。もう司令部から末端の兵士から結構その命令系統がいい加減になってるとも言われてますんでね。まあでもこの今の見ている風景がこれからウクライナ軍が目にしていく光景なんですよね。で実際そのスホーイ34の攻撃隊もですね、今ぐらいの視点を見てる感じなんですよ。だいたいまあもうちょっと低空かもしれないですけどね、今4000フィートなんで、まあ1500メートルぐらい、上空1500メートルぐらいだけど、もっと低いですよね。そうしないと対空砲にやられちゃうんで、もっと低く飛んで、まあ、今ね2機編隊が前は多かったんだけど5機編隊ぐらいで飛んで、まあ、ちょっとその爆弾落としたりして帰っていくみたいな、まあ、割とそのクリミア半島 の, ロシアの対空火力が、まあ、かなり弱いということで、割と今自由に動き回ってるみたいですよ、ロシア、ウクライナの空軍はね。まあとにかく今ねマスコミがちょっと、まあほぼ正確だとは思うんですけど、ロシア軍の体たらくをですねかきたててますんで、ただそう簡単にはいかないよっていうことを、でまあ実質ですね、そのロシアの攻める力というのは今ほとんどもうなくなってます。東部でちょっとまだ残ってるぐらいで、でも実質進撃はできてませんし、今ほぼですねもう攻守逆転してウクライナがどう攻めるか、ただ本格的な攻めはなく、お互いに攻めるカードを書いている状態です。ウクライナがちょっと長距離の砲撃をできているんで、ロシアが結構弾薬を中心に混乱が出てるんですね。だけど直接攻撃で倒しているわけじゃないんで、弾薬庫がやられたり司令部がやられたりしているだけなんですよ。あと空軍基地がやられたんでちょっと戦闘機に被害が出たねとか、まあそういうレベルの話なんで、致命的な何かねダメージではないんですよね。例えば152ミリの火薬砲弾をですね、あれがだから無尽蔵にあるんですよ、ロシアには。でもしかしたら中国とか北朝鮮から仕入れてる可能性もありますよね。あれだいたい東側は全部砲の口径が揃ってるんで、東側諸国から、でもっと言ったらイランとかインド、まあインドはないかもな、イランとかもですね案外その協力して砲弾を提供しているかもしれないですよ。まあそれぐらいですね、榴弾砲の152ミリがですね、まあ無尽蔵のようにあるんでですね、そこもちょっとね驚きですよね。
まあ、ただ弾薬の破片を調べてみたら、その割と旧式のですね、不発弾とかを調べてみると旧式の砲弾が見つかったりしてるんで、まあ結構その在庫が厳しいんじゃないのかっていう話も出てるみたいですけど、ただそれは本当はどうか分かんないですからね。まあただ兵隊の数が足りなくなっているとか戦車の数とかが足りなくなっているのは確かですよ。まあ自走砲は結構あるんじゃないですか、まだ。自走砲とか榴弾砲は、牽引式の榴弾砲とかまだあると思いますね。あと砲弾も、まあまだたっぷりあるんじゃないですかね。たっぷりあるからこそまだ白旗上げてないわけです。だってなくなったらもう白旗上げるしかないんで、もしくは無理やりこううまいこと言って停戦のテーブルにつかせるしかないんで、まだそれをしてこないってことはまだまだたっぷりと砲弾があるってことですよ。逆に言えば、砲弾が例えばあと1ヶ月でなくなる、撃ち尽くしてしまう、こういうふうになるとですね、もう早速停戦交渉を始めていかないと撃つものがなくなっちゃいますからね。その辺はロシア軍もそれはバカではありませんからね。まあでも状況はすごく良くなってますね。日々そういう破壊活動のお知らせが来ますんでね、もっとどんどん。でそのクリミアを今攻撃しているのはなぜかというと、これはある専門家が言ってたんですけど、要はその9月11日とかにですね、なんか記念日か何か分かりませんけど、例えばヘルソンとかザポリージャ州をですね、住民投票にかけてロシアに併合するっていう、まあアリバイ作りやってくると思うんですけど、もしそれをやったとしても我々は攻撃しますよというサインを送ってるらしいんですね。つまりクリミアというのはもうすでに住民投票を持ってアリバイ作りをやって合法的に併合したんだという体になってるじゃないですか。そこを攻撃しているということは、ヘルソンやザポリージャがもし住民投票で併合されても我々は攻撃をやめませんよっていうシグナルを送ってるということを言ってましたね。まあ確かにそれは見事な解釈ですよね。クリミアを攻撃したら核兵器が使われるかもしれない、そんな話もあった中で、ちょっとずつ様子見でやってたんですよね。最初なんかまあさっき、これ手前に出てきましたけど、さっき航空基地をちょっと破壊活動、まあもしかしたらタバコの消し忘れかもしれないよみたいな話を、まあロシアもごまかしてましたけど、そういうふうにこうだましだましやっていったらロシアはどういう反応を示してくるかなっていうふうにしたら、案外何にもしてこなかったんで、ちょこちょこケルチとか複数の箇所でですね、そういうテロが行われるようになったと。でウクライナ軍としても正式に拒否は否定はしてませんからね。我々がやったんだとも言ってませんけど、やってないとも言ってないんですよね。ちょっとずつもう既成事実を作っていってですね、だけどこんだけ破壊されてるのに何にも脅しが出てこない、核兵器の脅しが出てこないんで、まあ分かりませんけどね、それはちょっと予断を許しませんけど、核を使うぞこの野郎ってなってきたらやばいですよ。それはもうやばいですね。はい、手前に見えるのがさっき航空基地で、これが謎の爆発を起こしたところですよね。航空機の掩体っていうのがある程度その防護的に1機ずつ
守られてるんですけど、それがピンポイントで全部やられてたんでですね、ここですね、まあこの辺に、まあその滑走路の脇とかにですね、まあいろいろとその飛行機の、まあ、格納場みたいなものがあってですね、それがピンポイントでやられていたことからですね、でしかもその長距離の対地ロケットだったら穴が開くはずなのに、そういう穴が見つからなかったことから、あ、これ正確にこんな感じでしたね、報道もこんな感じでしたから、正確に再現されてますね、これ。飛んでる人が一人いました。まあこういう時事問題に興味がある人なんでしょうね。引き続き、もうすぐですねセバストポリの方についていきます。まあこういうふうに見渡す限りの平野でございますので、これはかなり戦車戦打ち合いになると思います。でまあこういうちょっとした集落があったりすると、まあ、そこにロシア軍がこもってますから、まあ、そこを一つ一つですね人力で解放していかないといけないです。こればっかりはですね、砲撃をしまくったら解放できるってものではないんでね、マンションなんかはねどんだけ砲撃しても躯体自体は残ってしまうんで、中に潜まれたらやっぱり無理なんですよね。だ結局は人力で兵隊で行かないといけないんですよ。でその兵隊で行くときに町と町の間はこういうふうに小麦畑なんで地雷があるかもしれないしっていうんで、装甲車とか戦車とかに乗って進まないと危ないんですね。まあ、あといつ自走砲の弾が飛んでくるって破片でやられるかわからないんで、まあ自走砲の弾ぐらいだったらですね、戦車とかだったら、まあ、直撃を浴びたらちょっとまずいかもしれないけど、まあ、多少20メートル先ぐらいで着弾したぐらいだったら耐えられると思うんで、まあ、ですからね、前からウクライナ軍はその戦車とか装甲車を早くもっと提供してくれと言ってたわけですよね。でまあ、最近は航空爆撃もですね盛んにウクライナ軍は使ってるみたいだから、その辺のやっぱり支援もですねやるべきだと思います。ポーランド空軍とか、まあ、要は旧東側のやつがですね、まあ、ハンガリーとかもそうでしょうけど、旧東側の武器をまだ在庫として持ってる国はウクライナの方に供与すべきでしょうね。戦闘機も西側の戦闘機じゃなくてスホーイとかミグをですね、それも使い方はウクライナ分かってるんで、そうしないとハンガリーとかポーランドは明日は我が身ですからね。ウクライナが取られたらいつ攻めてくるか分からないですよ。向こうの方にですねちょっとした山が見えますけれども、基本的にはこれ平地でございまして、まあもうすぐセバストポリですね。私もちょっとセバストポリは興味ありますね。世界史的にも1853年のクリミア戦争だとか、あの時はねフランスとイギリスが介入してきたんで、確かトルコが勝ったんじゃなかったかな。
で第一次ロト戦争、第二次ロト戦争でロシア、トルコでずっとやっていってたんで、まあ、最終的にはあるかなりの領地をロシアが奪うんですけどね。クリミア戦争の時は一旦イギリス、フランスが介入してロシアを任して、で、あ、そうか、その後のロト戦争で取ったのかな。まあ、それぐらいだと思うんですけど、もう手前にベルベック空港が出てきまして、確かここもですね、破壊活動があったという報道がありましたね。だから空軍基地をどん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 ですね、破壊していって、空からの攻撃をさせないように今やってるみたいですね。まあ、ある程度特殊部隊だとかパルチザンがいるんでしょうね。あとはね、別の報道ではですね、その先飛行場の破壊活動は誰がやったのかというと、そのウクライナ人が従業員として働いていて、要はウクライナ人がロシアが占領された後もですね、まあ、その技術者とかは働くじゃないですか。クリミア半島でもウクライナ人いっぱいいますからね。で、現地のウクライナ人がその先飛行場の例えば何か技術系の従業員として雇われていたところ、その人たちが破壊活動に従事しているという説もあるんですね。一応そのロシアが占領して後もですね、思想のチェックとかをして、そのこの人は普通のおとなしいウクライナ人だなと思ったら、そのまま働き続けてもいいぞって言われるケースも多いらしいんですね。思想的にロシア軍には絶対に協力しないっていう人は、まあ、そういう人も多いと思うんですけど、そうじゃないおとなしいウクライナ人だなと思った人はですね、働き続けている人もいるらしいんですよね。はい、この辺がですね、セバストポリですね。まあ世界史的にはね、要塞とされてますから、まあ結構な町ですよね。マンション的なものも見えますし、まあ昔から結構ね、歴史のある町だと思います。セバストポリってよく聞きますんでね、世界史で出てきますから。まあヘルソンなんかよりは全然大きいんじゃないでしょうかね。まあなんか手作りのタワーみたいなものは見受けられませんけれども、ただどこがどう要塞なのかは、その地形的にはですね、あんまり普通というか、何か断崖絶壁の小高い丘があったりするのかなと思ったんですけど、そんなことはないですね。もちょっと荒廃地に行くと山がありますけども、もうちょっとじゃあ放送を延長しましてですね、まあ、ここで終わる予定だったんですけど、まあ、せっかくなんでケルチの方に、この海岸線の南の海岸線を使ってですね、ケルチ大橋の方をちょっと目指してみようと思います。いずれにしてもそっちの方も占領しないといけないんで、今ヘルソンからセバストポリまで一気に南下してきましてね、まあご覧の通り平地畑ばっかりだったんですけど、じゃあ今度セバストポリからケルチに行くには、このちょっとした山がありますね。この海岸線も見ての通り断崖絶壁になってます。断崖絶壁ですね。ここからは上陸できないです。まあ揚陸能力はウクライナはありませんけどね、海軍ないんで揚陸能力はないんですけど、まあ、もしあったとしても南側からは無理ですね。だからセバストポリ
がちょっと平地みたいになってるじゃないですか、海岸線が。このこういう風なんで、まあですからやっぱり、まあ港として重要だから取り合いになったんでしょうね。このままケルチの方、これは確か130カーリぐらいだったんで、まあ30分40分で着くと思いますけども、もしよろしければお付き合いください。まあこっちのチャンネルもですね、ちょこちょこちょこ増えてまして、今16人まで来ましてね。まあこの前は海外の方も登録があったりしましたけどね。なんかたまに登録者の名前が通知に出たりするんですよ。で出なかったり出たり出なかったりするんですけど、あれどういう基準でそうなってるのかわからないんですけど、でまたこちらにね平原が広がるわけですけど、やっぱりそこでドローンですよね。ドローンで偵察していかに相手より先に見つけて砲撃するかっていう、それの競争になってますからね。ロシアもロシアでドローンは持ってますから、それがなんか800機ぐらい撃ち落としたって言ってましたけどね、ウクライナの方が。まあ、ここの辺はね、打って変わってこういうちょっとしたなだらかな山地になってますね。といってもまあそんなに山岳ってほどではないですけども、この海岸線沿いが山になってるんですね。だから南の方から強襲上陸することは無理ですね、これ。ロシアがやるにしても無理ですね。南の方は黒海ですよ。黒海です。ただまあロシアの方のね、黒海艦隊もほとんど今もう活動できてない状況なんで、南の方から強襲上陸をされるってことはまあ基本ないですけども、トルコの方が船を通さないですからね。貨物船しか通さないはずなんで。もうすぐそこが海な、まあ、海という黒海ですからね。この岸壁というか海岸沿いが、黒海沿いがこうせせり立っていて、まあ、さっきのセバストポリにはですね、司令部もありますけど、黒海艦隊の船がですね、何隻か停泊しているはずです。まあ、大きいやつはね、モスクワだったんだけど、沈んでしまったんで、
もう少し中型ぐらいのやつが何隻かまだ残ってるはずですね。まあ今後はね、そのような艦艇も危ないですよ。またドローンとかで攪乱さして攻撃するんじゃないですか。だから逆に言うとロシアはそれがあるんで逃がしてますよね、多分。もしかしたらセバストポリには艦船はいないかもしれませんね。まあその辺も全部ウクライナ軍は掴んでると思います。NATO から衛星で情報も仕入れてるはずですからね。今艦がどこにいるかとか全部分かってると思いますよ。まあ当然特殊部隊も浸透してますからね。あとやっぱりそらセバストポリ港で働くウクライナ人のね、一見ロシア軍に従っているように見えるけど、全部インターネットで情報を送ってたとか、そういうこともあると思いますよ。だからやっぱりね、ロシアもその辺痛いところなんですよね。クリミアというものを力ずくで抑えてしまったから、やっぱりこう反感というものが残るわけですよね。でその反感というのは結局情報が筒抜けになっていくわけです。まあもちろんロシア系住民も多いので、そういう変なことをやってたら、おい何やってんだって見つかる場合もあると思うんで、まあそう簡単じゃないと思いますけどね。まあでも普通にですね、ロシア軍の戦車とかが走ってたら、ツイッターとかに投稿してですね、あ、ここ今動いてるぞっていうのはもう無数にあると思うんですよ、そういうSNS で投稿は。もうそれはそのクリミア半島にいるウクライナ人がその密通をしているとかそういうレベルじゃなくて、ツイッターとかに上げればですね、もうそれはバレてしまうんで。まあ、9月に入ると大きく動きそうな気がしますけどね。ただ前も言いましたけどね、これはプロレスで、あんまりウクライナが勝ちすぎてもまずいんですね。もっとロシアの兵器を消耗させたいんですよ。言っちゃえば日本軍のソロモン海戦で、ソロモンのエリアで、まあ、パイロットが消耗してゼロ戦乗りがですね、どん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 失われていったんですよ。まあ、あれと一緒で、まあ、あれが敗因だったんですよね。日本軍の直接的な敗因はベテランパイロットがいなくなったことなんです。ソロモンの方にこだわりすぎたんで、あそこでもう何千人って死んでると。だからそれと一緒でロシアもですね、この戦争において、まあ、今回の場合はそのパイロットとかとは違いますけどね、その大切な兵力をですね、いかにすりつぶさして立ち上がれないようにするかっていうのが目的ですからね、英米の目的ですから、あんまりこの早期に決着をつけたくないんですよね。できるだけロシア軍をすり減らすようにしたいんですよ。ロシア軍をおびき寄せて叩く、おびき寄せて叩くっていうやつをやらないと、ヘルソンに一気に攻めていって、もしロシア軍がですね、無傷のまま撤退したりすると、そっちの方が怖いんですよね。無傷のまま部隊が全部生存するわけですから、それよりもちょっとずつおびき寄せて叩く、あぶり出して叩くの方が確実に戦力がなくなるんで。
ああ、なるほどな。クリミア半島のこっちの南岸は、こうやって山がせせり立ってるから、上陸できないと。だからセバストポリだけが上陸できる港になるから、だからあそこが重要なんでしょうね、多分。そういうことだと、ちょっと南の方を見てみましょうか。南岸からね、このクリミア半島を眺めてみるとよくわかると思いますね。セバストポリしかね、実質上陸できないんですよ。もう断崖絶壁になってるんで。まあ、ケルチの方まで行けばまた違うんでしょうけど。今、真南に行って黒海の方を目指しています。やっと最近はね、東京も暑さが和らいできて、まあ30度前後ぐらいでね、落ち着いてますけど、もう夜にもなればそこまで暑くならないですよね、今。まあこのままこれぐらいで推移してほしいですけどね。10年ぐらい前かな、ものすごい暑かった年がありましたけどね、9月に入っても。9月に入っても暑い暑い、もう。もうそんな暑いのに私はね、また熱い紅茶をですね、毎日飲んでますけどね、紅茶中毒なんで私は。アイスティーを飲もうかなと思ったけど、やっぱり熱い紅茶を暑い時に飲むっていうのがいいですよね。あ、でもここは結構あれだな、山がちょっと低くなってますね。ここだけはちょっと山が低くなってます。これ黒海ですね。まあ集落がありますね。まああれじゃないですかね、保養地。あ、そうか、この南岸にヤルタとかもあるんでしょうね。黒海を望む保養地なんですよね。まあ確かにそうですね。確かクリミア半島って世界の真珠っていう、まあものすごい、要は素晴らしいところなんですよね。まあこの辺は確かに断崖絶壁っていうわけじゃないですね。と行くと山になってるんで、まあなんか上陸できなくはない感じですね。
まあ、ただ港としてはちょっと使いにくいんでしょうね。その入り江とかはないんでしょうね。いやー、黒海は大きいですね。まあ、確かに保養地って感じはありますね。黒海っていうのはね、波が立たないでしょうから、本当に気候も穏やかでしょうね。こう行ってみたいですね。確かに、まあ、今はちょっと無理ですけどね。平和が取り戻したら行ってみたいですね、ここ。まあでもね、ロシアの攻め手がもうなくなっているところがね、いいことですよ。もう実質的にね、組織的に、まあ言っちゃえばもう、日本軍の1944年ぐらいのレベルになってるんですよ。本当に。日本軍の1944年6月ぐらいのね、感じになってると思いますよ。もう何か、ね、組織的にこう攻めてくる感じがしませんからね。もう意地で戦ってるって感じです。プライドで戦ってる感じなんで。あんまりだから最近もね、巡航ミサイルで打ち込まれたとか、そういう話すらもなくなってきましたよね。一時期対空ミサイルを対地ミサイルに転用して打ち込んできてましたけど、その話すらもあんまり出なくなってきてるんで、もう本当に東部とかで152ミリを打ち込んでるだけなんで、まあお粗末ですよね。だからこういう集体をこれから世界に晒し続けることになるんで、プーチンさんも頭が痛いと思いますよ。今どうやってこれを終わらせたらいいのか、どう始末をつければいいのか、ものすごく難しい局面に入ってきてるでしょう。こっからだって一気に押し返すのは無理ですからね。押し返すというか、もっと攻めていくのはもう事実上無理ですから、あとはちょっとずつ押し返されていくのを見てるしかない状況ですからね。この辺でもう交渉をやらないと、いつやるんだろうっていう。よく日本軍が言われたのが、不利になってきた時に一撃食らわせて一撃講和論というのがあったんですね。例えばマリアナ沖海戦で一撃を食わして、こうとりあえずそこの局地的な海戦だけは勝利を収めて、
講和条件に持ち込もうっていう、まあその不利になってきた側がよくやる手なんですけど、それをちょっと狙ってくると思うんですよ。一撃講和論っていうのをプーチンがね狙ってきそうな気がしますね。ということはある局面の、まあ、どこか分かりませんけど、まあ、東部なのか分かりませんけど一大攻勢をかけてくるかもしれません。もう最終的な一大決戦、まあ、日本で言ったらレイテ沖海戦とかですね、マリアナ沖海戦みたいな、もう残り少ない兵力を全部かき集めてきて一大決戦を仕掛けて、でそれに勝つことによって講和条件を有利な形に進めてそこで停戦をするっていう、ただその決戦を行うだけの力が残ってるのかなと思いますけど、だって海軍、黒海艦隊は機能してないし、空軍はもうそれにも増して空軍は自由にもう航空優勢は全く取れてないんで、だとしたら陸軍を集めてくるしかないんですけど、その陸軍ももうBTG がですねかなり減ってますから、まあ難しいでしょうね。一大決戦すらできないっていうのが実際のとこだと思いますよ。だから案外ね、その早めにもう9月ぐらいに停戦のテーブルについてくる可能性は全然ありますよ。ただウクライナは飲まないでしょうけどね、全部占領すると思いますよ、取り返すと思いますよ。そうしないと現状の勢力で停戦しましょうってなると、ただそれはロシアの方に時間を与えるだけになっちゃうんで、そうすると BTG をまた再編成して、で徴兵的な動きをして兵隊を揃えた上でまた砲弾も生産してですね、であとは懸念点であった対空戦力だとか空軍の、まあ、その電子戦能力なんかをもう一回立て直してですね、それはもう一回攻めてきますからね。もうそんなことをされると厄介なんで、領土を取り返すまでは絶対に停戦はないんですよね。今これどのあたりまで来てんだろう。ああなるほど。この細い地峡をもうちょっと先に行くとケルチですね。まあ、この辺もまたですね、平地に戻りましたんで、ちょっとこの黒海沿いの南の部分にちょっと山岳地帯がありましたけど、まあほぼほぼ全部平地ですよね。だからヘルソンから南の方に細い地峡を伝って降りてくると、セバストポリに向かう軍とケルチに向かう軍を分けないとダメですね。
まあ、このまままっすぐ行けば、いやまあ楽しみですよ本当に。戦争が終われば株は上がりますからね。まあ、あとコロナもね、結構いい情報が出てきてますよね。正常化っていうかね、インフルエンザと同じですよっていうタイだったかな、10月からインフルエンザと同じですよっていう宣言しましたんでね、まあ世界的にそうなっていくと思いますよ。要はコロナっていうところでいちいちそんな毎日毎日感染者数を発表したりとかしないじゃないですか、インフルエンザだったら。でインフルエンザだったら基本的には濃厚接触がどうこうとかそんな検査もしませんし、そのワクチンをお前は打ったのかどうかとか聞かないですよね、基本的には。だからまあインフルエンザとこれからは同じ扱いでいいんですよ。いやその通りだと思いますよ。だって自分もコロナにかかって それでしたからね。インフルエンザよりか同等ぐらいでしたから、それでいいと思いますよ本当に。亡くなってる方っていうのは確かにいるんですけど、それはインフルエンザで亡くなっている方と率としては変わりないですからね。BA.5 の死亡率とインフルエンザの死亡率を比較したサイトがありましたけど、ほぼ一緒なんですよ、もう死亡率が。まあ要はお年寄りで腎臓病を患っている人とか肝臓が悪いとかね、まあそういう基礎疾患を持っている人がそのたまたま運悪くコロナにかかっちゃって余計体力が衰弱しちゃってっていうね。今日も出てましたけど、人工透析受けてる人がコロナになるとその人工透析をどう受けるんだっていう話が問題になるみたいで、いつも通りその病院に来てもらうわけにはいかないじゃないですか、その集団感染してしまうんで。じゃあそのドクターが往診に行くのかというと、まあそれぐらいしかない。その看護婦さんと、まあただそれもですね、防護服着ていかないといけないから、その辺どうなってるのかな。まあそういうんでちょっとこじらしてですね、特に肺なんかの呼吸器系の疾患を持ってる人なんかは辛いでしょうね相当。まあ BA.5 はそんなに肺に関しては症状が重くないんでいいんでしょうけど、まあでもやっぱり全くかからないわけじゃないからね、負担は多少やっぱ咳とか出ましたから。私もいや本当にね、インフルエンザと同じなんですよ、全くその通りなんです。だからタイの選択はまさしく合理的なんですけどね。まあでもアメリカとかイギリスもそこまではまだやってないですよね、確か。もうインフルエンザと一緒ですから、そんな騒ぎ立てることもないですよっていうほどにはまだなってないですよ多分。アメリカもイギリスはもうだいぶそれに近いのかな。イギリスはなんかPCR 受けなくて義務ではないよって言ってるんで。日本でもそうした声がね出始めてはいますけどね。尾身さんとかが毎日毎日感染者数を発表するのはどうだみたいな、どうなんだろうっていう話をしてましたんでね、全くその通りだと思いますけど。まあちょっと今日も東京都の新規感染もピークアウトしてますしね、まあそれでも多いですけどね、2万5000ぐらいはまだあるんで、
もう感覚が麻痺しちゃってるけど。まあ戦争が終わってコロナが終わって、まあとしたら当然ね、インフレ率も下がってくるでしょうし、まあ、何しろ原油がね下がりますよね。ただどうなのかな、戦争が終わって経済封鎖が解かれるかどうかですよね。まあ当然経済封鎖を解くことを条件に停戦に応じるんでしょうけど、プーチンさんは。だけど戦況がどんどん悪くなっちゃったら、経済封鎖を解くんだったら停戦してやるよってみたいな強気の立場の、上から目線の立場で言えなくなりますよ。もっと例えば 2.24 のラインに戻されたりとか、例えばそれ以上にクリミアを取られたりすると、何一つ強気のことは言えなくなりますよね。半導体をよこしてくれるんだったら兵を引きますよとか、そういうふうなこう交渉そのものが成り立たなくなるんで。ということはまだ戦いに武があるうちに経済制裁を解いてくださいっていう交渉をしてくるんじゃないですか、まだ武があるうちに。だってこのまま行ったら完全に 2.24 の段階に戻ります、クリミアも取り返されます、そんな風になったら別にね、プーチンの言うことなんか聞く必要ないんですから、もうこっちの条件で無条件に降伏しろって言って、で賠償も損害賠償も100兆円とか言えるわけですよ、全部押し戻したら。うん。で経済制裁も別に解く必要ないんですよ。なんで別にね、何の経済制裁をやり続けたっていいわけです。全部領土を奪回して経済制裁をやり続ける、これでもいいんですよ。何らその止める動機はないんですからね。まあ経済制裁をその天然ガス以外はそれもありますけどね、天然ガスだけはくださいよ、だけど半導体はあげませんよとか、まあそんなうまいことはいかないと思いますからね。だから天然ガスを握られているってことだけが懸念点ですよね、ヨーロッパ側の。そこがやっぱ交渉材料になるんで、今まで通り天然ガスを通常の値段で下ろしますので、半導体くださいよ。まあでも半導体の供給はね、いかに経済的戦争が終わったとしてもやるべきじゃないでしょうね、しばらくは。
軍が立て直っちゃうとまずいんでね。まあ間違いなくですね、この戦争を通じてロシア軍は賢くなりましたよ。もう手痛い敗戦をしたわけですから、何が悪かったのか徹底的に研究してくるでしょうし、まあ今後のロシア軍というのは侮れなくなりますよ。その再建するのは難しいですけど、もし再建ができたらですね、なかなか侮れなくなりますよ。あの航空優勢をいかに取るかを研究してくるでしょうし、その最初のストライクパッケージをいかにうまく成功させてですね、アメリカ空軍のような働きをいかにできるかというのを研究してくるはずなんですよ。その地上戦の兵力よりも圧倒的な航空優勢を取ったら、もうこれは簡単にですねねじ伏せることができたんですね。ウクライナもあのレーダーも全部叩いてですね、対空ミサイル陣地を全部潰せばですね、もうあと全部空から撃てば、攻撃すれば一コロなんですよ。あのハイマースだって空から撃てばすぐですよ。空から行けばだってすぐに見つかってしまうし、攻撃も一瞬で終わりますからね。まあそう考えたらやっぱアメリカっていう国はものすごい理にかなった攻撃をしましたね。湾岸戦争にしても、イラク戦争にしても、その海戦壁塔の航空一斉攻撃でですね、ほぼほぼもう相手を黙らせてしまう。であとはもう空から自由に攻撃をするっていう、何しろ対空ミサイル陣地がなくなってますから、もう我が物顔で飛べるんですね。まあ一部スティンガーとかは撃ってくると思いますけど、あれはもう低空用なんで、中空航空飛んでしまえばもう絶対に落とせませんのでね。この辺がもうケルチかもしれませんね。ちょっとタグが出てないんで、でまあ大橋がですねあるはずなんですけど、あこれかな、こっちにはないんでしょうかね。まあ、あケルチっていうタグが出てきました。でこれがあのまあそのなんとか兄弟っていうのがプーチンが作らせた橋ですね。まあこれを落とされたら核を使うよとかね、そういう説もありましたけどね。まあどうなんでしょう、この橋ちょっとちょっかい出して破壊まではいかないまでも損傷をさせたらどうなるのかやってみてもいいと思いますけどね。まあその橋にはまだ攻撃してないみたいですよ。ケルチのその町なのか基地なのかはちょっと破壊されたみたいですけどね。まあこういうところですね。まあ本当に大動脈というか、要はここから補給するか、北のあの最初通った地境ですよね、くびれている地境を通るかしかないんですよ。
でこの橋を落としちゃえばまあほぼほぼクリミアは大変なことになっちゃうんですね。まあでも住民のことを考えるとね、ウクライナもこの橋には手を出さないと思いますけどね。住民の不満がたまりますからね、やっぱり日々のその食料とか手に入らなくなっちゃいますからね。この辺にどっか適当にですね降り立とうと思います。いや何にもないんですね、やっぱり。はい、こっちの、あ、ちょっと街があるけど、まあでも田舎ですよね。まあロシアはね世界最大の面積を持つんだけど、GDP は韓国並みなんですね。それは国営企業とかいろいろなそのプライベート企業全部合算しての GDP が180兆円ぐらいしかありませんので、この道路に降りていきたいと思います。よし。はい、ご視聴ありがとうございました。